I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. またお前らか。おう。ああ。行くぞ。
ここだ。よし。よし。ほう。よし。お。やれやれ、お出ましか。さて、アイスメイク、アイスゲイザー、カストミニティソード、知られたいものからかかってこい。アイスメイクカンバー、カスト、ミニティソード、よし、ガリーのやれやれ、お出ましか。アイスメイク、アイスゲイザー、よし、ガリーのオーカさて、アイスメイクカンバー、よし、ガリーのオーカー、
ちゃいか。よし、帰ってきたぞ。調子いいじゃない、頑張ってるね。いいだろう。
ズンゲボルト最大防御魔法三中心よし行くぞ行くぞやっかけカット天輪の鎧アクレストーダよここで合宿するのねなんだルーシーまだそんな格好してるのかもう着替えてるって修行はもちろん分かっているこういうのはメリハリが大切だよく遊びよく食べよく寝る肝心なものが抜けてる気が
3ヶ月しかないのに不安だな。おお、おい、
っしゃ、行っちゃ行くか。ルーシーキリッド、カリューのでっかい、ゲッセン、防御魔法に三中心、まだやれる、その調子です、ルーシーさん。大地、風、気を肌で感じるのです。そして自然と一体化するように呼吸を整える。きつい。レイラ様も同じような特訓をして精霊魔法を鍛えてましたよ。ねえ、一なる魔法って聞いたことがある？すべての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、ゼレフとか大魔法世界とかそんな物騒な話じゃなかった。それは一見簡単に手に入るようでとても難しい。そして確かに何事にも勝る強い力でありながら、とても弱い力でもある。お母さんは言ってた、全ての魔法は愛から始まったって。だから私は一なる魔法って愛のことだと思うの。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら、闇の深淵に触れることもなかったのかな。もっと強く、あいさー、もっともっと強く、あいあいさー。俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。フェアリーテイルの力を見せてやるんだ。見せてやるぞ。姫、大変です。バルゴ、いきなりどうしたのよ。そういや、ルーシーが7年間フェアリースフィアの中にいたってことは、契約してる精霊もずっと精霊界とやらにいたってことになるのか。かわいそう、ルーシーのせいで、ルーシーのせいで。いえ、
は大した問題ではないのですが、精霊界は滅亡の危機なんです。皆さんどうか助けてください。なんだと。精霊界にて王がお待ちです。皆さんを連れてきてほしいと。よし任せとけ。友達の頼みとあっちゃ。行きます。ここが精霊界？よーく来たな、古き友よ。あんたはでかひげ精霊王。お前がここの王か。お前って言った。いかにも。世界が滅亡の危機って？ニカ、ルーシーとその友が時の呪縛からの帰還を祝して宴じゃ。え、精霊界の滅亡って？え、なに？ルーシー様たちの帰還を祝して名たちなりに考えたのです。どう？びっくりした？今回は特別よ。ふい。なんだ、そういうことか。びっくりさせやがって。久しぶりだね、みんな。さあ、僕の胸に飛び込んでもいいよ、ルシー。もう。そう、今宵よ。騒げや騒げ、古き友との宴じゃ。ありがとう、みんな大好き。古き友よ、そなたには我々がついているでは。古き友に星の導きの加護があらんこと。本当にお前は精霊に愛されているな。そういえば、一つ言い忘れてたことが。精霊界は人間界とは時間の流れが違うのです。まさかそれってこっちでの1年が人間界での1日みてえな夢のような修行ゾーンなのか。いいえ、逆です。精霊界で1日過ごすと人間界では3ヶ月経ってます。え、終わった。ヒゲ、時間返せ。今からでも遅くない。5日間で地獄の特訓だ。お前ら全員覚悟を決めろ。寝る暇はないぞ。エルザの頭に鳩が、足に何かついてる。メモだ。なになに？フェアリーテイルへ。他にある壊れた吊り橋まで来い。なんだよ偉そうに。どうしますか？なんか怪しいわよ。いや、行ってみよう。行けばわかる。